はい、こんにちは。こんにちは。エックスファミリーオフィス、第7話を開始します。 今日のテーマは？見えについて。見え <laughs> 見重という言葉があるんですけど、小説さん見えという言葉を聞いて、まあ、素直に、はい、正直にどう感じますか？見栄と聞いてあそうですね。こう僕自身がとても見栄を張る人間で、あのー、やっぱりかっこつけるで、周りにいい人間と思われたいっていう風にして。 ただ自分ではその意識がなくて自覚がないけれどもこう周りから見えを張ってるねっていつも言われてきてましたうんうん、うん、見えそういろんなあの感情が出てくると思うんですけどで大きな字で、はい、お金の問題を生み出す最大の原因と書いてください、はい、お金の問題を生み出す最大の原因でお金の問題を 生み出してていいくく原因っていうのはたくさんんあるんですねでであの本当に1つ2つじゃなくて本当にいろんなあの深層心理から来たり日常の,あの習慣から来たり環境だったり周りのミラーニューンだったりねで、まあ、いろんなものがあるんですけどその中で一番最大の原因になってる何だろうって考えるとこれは見えなんですね見えでこれがもうあの根っこの根っこにあるんですよやっぱりで 逆に考えればその見栄という部分を直視して理解して受け入れてそしてそれを乗り越えていくっていうのかなそのどうして自分が見を張ってしまうのかなってことをこう理解していってそれをこうコントロールできるんだっていくとそのスクリーンを身につけていくと逆にいわば大きなそのお金の問題を防ぐことができるって話になってくるんですよね。で、はい、見栄というものは感情的な病気なんですね。 うん、感情的な病気ですでこうきっとちょっとネガティブに聞こえるかもしれないですけどそういう風に捉えてほしいんです感情的な病気でどうしてもこの見栄を張っちゃうっていうのは何らかの,その心の奥底に心理的なその何らかのトラウマがあったり何か辛いことがあったり何かその感情的に何かのバランスが崩れてるって考えてほしいですね。 でまあ、そのことに少しずつ話していくんですけど基本的にその大きなそのお金の問題を抱えてしまう人の大きな原因となっているものってたくさんあってそれ以外にもでそういう人たちを見てみて思うのが例えば例えば彼らを見てて思うのがとにかくそのお金の,その支出収入と支出ですね入るのと入出ていくっていうそのものを全く理解してない,っていのは自分のそ,のそれを把握してないっていう人がやっぱ多いんですよね。で やっぱりそのテレビショッピングとかでなんか変な布団とかいろいろ売ってるのをこうついつい買ってしまうとか使わないものをなんか健康グッズとかで他には例えばそのスーパーとかデパートとかいろんなところに行ってついつい無駄なものをカゴに入れてしまったりカウンターでお金払う時についついなんかその辺にあるチョコレートとかガムとか変なものを冷えそりとかいろいろ追加してしまうとかその衝動買いっていうのはやっ見えるんですよね。 宝くじを買ったり他にはなんか投資的な投資案件っていうのかなその詐欺な,なんか5倍になりますよ10倍になりますよっていうそういう投資の話とかに載ってしまったり気もしない服をこう買ってしまったりねで他には何か大きな買い物をする時に例えば5万円以上のものですよね5万円とか10万円以上の買い物をする時にきちんとその第三者のアドバイスとかを聞いたりそのまあ信頼できる その第三者の人からアドバイスをもらったり相談パートナーと相談したりってことをせずにでも正直に勝ってしまったりで他には何か感情的に何か退屈だなとか何、うん、か不安を感じるなとかちょっと何、うん、か恐怖を感じてるとかちょっと不幸,不幸感っていうのかな幸せじゃなくて何かこの不幸な感情を感じてるとか何かそのネガティブな感情を感じと時とかに 買い物をすることでその感情をこう,打ち消そうとしたりねそういうこと傾向がやっぱあるんですよで他にはあのお金が入る前に使ってしまうっていうのかなその例えば来月はどうせ俺は例えば20万入るからよしじゃあ、うん、20万円分今月買ってしまえみたいなねそのまだ入ってないお金をこう計算してあこれから入るぞって言ってあの買う人がやっぱりとあの取らぬタヌキの革残業ってありますよね。 はい、そうそれとと同じででうういうことなんですよあのまだ入ってもないのにそれをこう計算に入れてどん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 やってしまうって人がいるんですけどでちょっとこれ聞きたいんですけど小関さんさっきのでいろいろ聞いていって、はい、あの何かいやこれ自分にちょっと当てはまるなっていう部分ありましたあのーまあ、ほとんど当てはまるんですけど特にぐさっときたのはやっぱり収入と支出のバランスが合ってないっていう形で、うんあのー、やっぱり20万円しかないのにこう30万円使っちゃうとか。うん、で その足りない10万円はどうするかっていうと、見栄を張るために人から借りたりとか、時には消費者金融から借りたりして、翌月に返せばいいやと、その借金落ちるより、今の自分の,この見栄を張るとか、体裁を保つ方が、メンツを保つ方が大事だっていう考えちゃうってことが、やっぱり最終的には、ね、見栄ってところに根っこがあるとやっぱ俺思うんですよね、そう考えていくと。はい、で逆にちょっと考えてほしいのは もし見えという感情っていうかそのなんていうかなその衝動的な感情をがゼロ消えてしまったとちょっと想像してほしいんですよまずその自分の心の中にまあ見えというその感情がありますよねそれをこう消しゴムでキュッ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 とこう消してしまったとして想定してほしいんですよまずもしそうするとすると見えという感情が消えてしまう消滅してしまうとして考えたら はい、例えばこうですさっきの話聞いていって自分自身の過去とかも振り返っていってどう,どういうふうな変化が見られると思いますうん。例えばその、まあ、僕の家行ったのはよく女性とデートする時とかにこうこう見栄をつけて格好つけるためにこう行ったこともないような高いところに連れて行ったりはしてたんですけどもでも本当に見栄とかがそういうのなければこう着ていく服も別にこだわらないつも着ている服で。 で食べるところもなんか普段食べおいしいところで食べるところに行くので本当に脂質のレベルといえばもう半分以下にななるんじゃないかなと今思いましたうん、うん、他の部分でも女性とのデート以外でも何か見えがなくなればこの,辺この辺りも変わるんじゃないかなとか他にもありますかうーんあとはでも何て言うかなやっぱお俺稼いでるぜみたいなことをこう見ようはって言ってたことがあってで逆に言うとその,その,その言葉をこう整合性を保つためにどんどん。 こうその友人たちと会うと「俺は稼いでるから君に奢ってあげる」とか、うん、なんか一緒に買い物行ったら「俺稼いでるから俺が払ってあげる」とかやっぱり余計な支質をしてたんだと思います。ライバルとか友人たちへの見でやっぱりそういうことからその問題がどんどん出てきていくるんですけどで多くの人っていうのはさっきも話した通りその取らぬタヌキの火山羊っていう感じでその入ってきてないお金を。 いやこれから入ってくる来月の何日にた絶対に入ってくるからよし今月これで買ってしまえっていうのがあると思うんですよねその前,前払いっていう前払いっていうのかなあの想定して、はいうん、やると思うんですけどそうなんかそれがポジティブだと思ってる人がポジティブなプラス思考だと考えてる人がやっぱりいて、はい、でそれ結構僕の,その友人の周りとかでその弁護士さんとか、まあ、建築の方とかその今あの建築の。 不動産関係でいろいろやってて関わってる人たくさんいるんですけど<れ>で彼らたちにもそういう傾向があるんで僕はいつも言うんですよねいや、うん、そういう考え方はよくないよあのでマイ,ナスにかんマイナスに考えるっていうかその入ってこないと考えろっていつも言うんですよでそうするといやお前はなんあのマイナス思考だそれはダメだプラス思考にならなきゃいけないってやっぱいつも言われるんですよね、うん、で常にマイナス思考なんですよでこ,この辺りちょっと話しておきたいんですけど はい、あの僕が僕のマインセットは短期的にはマイナス思考で長期的にはプラス思考と考えてるんですね、うん、で、はい、その短期的な話例えば来月1年2年まあ1年ぐらいですよねの今から1年間ぐらいは地獄を想定するんですよ <laughs> 地獄はい地獄あ多分収入ゼロになるんじゃないかなあ多分 はい、この入ってくるお金もうゼロ入ってこないんじゃないかな多分こうなるああなるっていうふうに全てもう地獄の想定をしておくんですよもうゼロのマイナスですよね 1>、はい、で1年以降の話は多分良くなるいいことがたくさん起こる10年後20年後30年後で考えたらすごくいいことが起こるだろうってプラスチ考に切り替えていくんですよ、はい、でこれがすごく自分の中にはフィットしていてだから僕自身もその 何でもそうですけど、とにかくお金は入ってこないっていつも考えてるんですよ。お,<ー>お金は多分あの収入はゼロだろうって考えるんですよ、今年は。はい。それ、毎年僕考えてるんですよ、そうやって。